ないんですかね。まあ、床ですので大きな失敗ということはまあ考えられませんのでね、まあ、そういう変な緊張感はないと思います。誰かの家に始まりました。最初の仲良いですね。説明はあんまなるんですけども、まだいいですね。ここは天と地以外から大地以外、このジャンプの連続はもうおなじみのようになってきましたね。片足を曲げた屈伸の姿勢で、まあ、1回以上回るとまっしー、1回半でピーンというふうになってますので、ほとんどの選手が使いますので、最後が、まあ、ひねりたいメンタルということですので、まあ、どちらかといえば技術的にも体力的にも難しいのはメンタルとなんですけれどもね。